あ、どうも、大牟田市にやってきました。今、すごく、摩擦で尻がかゆい。<laughs> <laughs> 石井さん、最近スタッフに遊ばれてませんさあ、今週も美味しいおやつ探しちゃいましょう。まずは、大牟田駅で情報収集。駅の西口では何やら工事中のようですが、 足場とネットで囲ってますけど、なんかできるのかな。すいません。これって、何なんですか。ここには、あの、かつて市内を走ってた路面電車が置いてありまして。それが今後、あの、カフェとして営業するということになってます。はい、あ、そうなんですか。はい、カフェ。二年前に大牟田市が設置した路面電車。昭和の終わりまで。 福岡市や大牟田市を走っていた車両で、来月末からフルーツサンドやコーヒーが楽しめるカフェに生まれ変わるんですって。オープンが楽しみですね。オーナーの富山さんは、もちろん大牟田出身。ということで、地元のおすすめおやつを聞いてみることに。 僕が好きな、まあ、小さい頃から食べてるのでいいですかいや、もうそういうのがいいです。はあ、菊水道さんっていうお店があるんですけど、うん、そこのあの、甘辛団子というのがありまして。甘辛団子、はい、甘辛団子、気になるということで、訪れた菊水道は、カステラ饅頭で有名な老舗の和菓子店。いろんな和菓子が並んでいますが、 肝心の甘辛団子、一体どこに。あの、なんか、ポップとか、そういうのもないですよ。そうですね。もう、あの、甘辛団子っていうのは、あの、お客さんから注文もらった時に。注文分だけ焼いて、提供するというような形で、お店来て、存在知らずに買えるっていうこともないですか。<laughs> そうですね。<ơi S 1> <laughs> ちょうど、今、焼いているということで、ちょっと、覗かせてもらうことに。匂いが。 香りがしてきたうわめちゃめちゃ美味しそう嘘でしょ見てください皆さんうわ,うわ美味しそうだよこれは砂糖醤油の香りを漂わせながらなんと鉄板で焼いて作るという甘辛団子昭和43年に先代が生み出したものでテレビ初登場なんですって うもうこの手さばき焼き鳥屋ですね本当 <laughs> <laughs> <と>この甘辛団子地元のデパート大牟田松屋に出店していた頃の人気メニューデパートの閉店とともに一度はメニューから消えましたがファンからの熱い要望もあって復活したとのことおねだりして一本だけ 石井さんの分も特別に作ってもらいましたいただきます醤油というかふわっと追いかけてくる砂糖の甘みですね色ほどギトギト濃くないんですよ焼きたてのおいしさは格別でしょう

大牟田神社には山のレプリカが飾られていたり、周辺には大蛇がいっぱい。中にはこんなものも。いいですか、皆さん。ようこそ、大牟田へ。おしゃれ上級アイテムですけど、石井さんにはちょっとハードル高かったですかね。 さあ、先ほどの菊水道さんからご紹介いただいたのは、地元で大人気のケーキ店、パティスリープランツ。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。末吉さんです。<laughs> はい、そうです。ちょっと、めちゃくちゃ爽やかじゃないですか。<laughs> 本当ですか店主の末吉さんも、もちろん、大牟田出身。福岡や兵庫、千葉などで修行を積んだ後、 大牟田に戻って店をオープンしたのは5年前焼き菓子やカフェメニューも合わせるとそのレパートリーはなんと70種類以上なぜまたた大牟田に帰ってこられたんですかねいやもともと大牟田を出た時からもう、まあ、とにかく地元が好きなんですよね。うん 仕事できるんだったら自分の好きな街で好きな人たちに自分のケーキを食べてもらいたいなっていう思いがずっとあったので開店当初からの一番人気は和栗のモンンブラン熊本県産の和栗を100%使ってます栗の本来の香りとか味がしっかり出てて好評いただいてます